期間とは、一定の時点、時期から、他の一定の時点、時期までの時間の継続を言う。期間は一定の時点、時期から、他の一定の時点、時期までの時間の継続である。個々の具体的な期間については、当事者の法律行為によって定まる場合、法令の規定によって定まる場合、裁判上の命令による場合がある。期間の計算方法については、 法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合または法律行為に別段の定めがある場合を除き民法第一編第六章の規定に従う民法の期間計算の定めは広報上の期間計算にも適用があるなおこの規定は将来に向けて期間を計算する場合のみならず過去に遡って期間を逆算する場合にも類推適用される 時、分、秒単位によるとき時,時、分、秒単位によるときは、自然的計算方法により、起算点は即時となる。日単位によるとき週、月、年単位によるとき期間計算の方法については、初日不参入の原則の例外や、期間の末日の扱いなど、個々の法律で特に定めを置いている場合がある。行政法での用語例、神の神殿の記録、 自明四45年4月1日次第生2年3月31日とある履歴書などでは継続した期間を表すために、字と、至りの文字が用いられることがある。河合県著民法概論一民法総則第4版有比較、2008年3月、311ページ、山田拓夫、安永正明、川内博士、 松久美代彦著民放一創則第3版有比較有比較 S シリーズ、2005年4月、199ページ、ABC 山田拓夫、安永正明、川内博士、松久美代彦著民放一創則第3版有比較有比較 S シリーズ、2005年4月、196ページ、AB 山田拓夫、安永正明、川内博士、 松久美代彦著、民放一早速第3版有比較、有比較 S シリーズ、2005年4月、198ページ。ありがとうございます。